こんにちは。世界では奇妙なことがたくさん起こります。その中の空では驚きと神秘的な現象が捉えられました。そこで今回は空で捉えられたミステリー現象をご紹介しようと思います。空の都市、中国で不思議な現象が発見されました。雲の上にあるビルがまるで空の都市のように見えます。そのため空の都市に関する話が人々の間で多く取り上げられたりもしました。しかし科学者たちによってこの伝説のような話の顛末が明らかにされます。空の都市は目の錯覚によって生じた現象だといいます。この現象は異なる空気層で光が屈折すると錯覚ですが物体があるように見える蜃気楼現象というものです。見えたものが全て真実とは限らないようです。雲に現れた人の顔、村の住民の一人が強い風が吹き雨が降り出しそうな兆候を見て空を眺めたそうです。ところがその時雲から人の顔のようなものが見えました。驚いた住民はすぐにカメラで撮影を始めました。映像でもわかるようにすごく大きくてはっきりした目と高い鼻をした顔があったそうです。こうして空にできた巨大な人の顔が見つめている感じはまるで世界に警告をしているかのようです。もしかして神様が私たちに警告をしているのでしょうか。正体不明の渦巻き、ノルウェーで正体不明の光の渦巻きが目撃されました。この渦巻きは約2分間観測されて消えました。高緯度の地方に位置するノルウェーなのでオーロラだと推測されました。しかしこの渦巻きの正体は明らかになっておらず、この渦巻きを目撃した人がたくさんいたせいで人々が興味を持ち結局ニュースで報道されました。ノルウェー政府では様々な仮説を立てましたが、この渦巻きの正体は突き止められませんでした。伝説のドラゴン、写真作家がアメリカを訪問した際、彼は空にある黒い雲を見て撮影を始めました。撮影を終え彼が撮影したものを確認した時、その中に不思議なものが撮られていたのを発見します。それはなんとドラゴンが火を吹いているような雲の写真でした。本当にドラゴンみたいじゃないですか。生きている雲？アメリカのペンシルベニア州のフィラデルフィアでまるで生きているような雲が発見されました。そのため一部では UFO が人間にバレないように雲に偽装したものだと考えました。科学者たちは強い風が吹き雲が動いたりしたか目の錯覚だと判断しました。このような雲を見たことがある方は情報提供をお願いいたします。神話の中の存在、クトゥルフ。海での暴風は大抵ものすごい規模になります。この映像は暴風の中にいる未確認生物が捉えられています。撮影者は最初はただの嵐だと思っていたそうです。ここで出てくる雲の中に見える未確認生物のシルエットが普通ではありません。少しずつ少しずつ動いて翼を上に上げます。これを見た何人かの人たちはこのシルエットが神話の中のクトゥルフと似ていると主張しました。クトゥルフはタコと竜を合わせた神話の中の生命体です。世の中にはまだ明らかになっていない事実が多いためクトゥルフではないと断定はできません。驚くべき波、アメリカ・フロリダの上空で珍しい場面が捉えられました。建物を突き抜ける波が見えますか？実は波ではなく雲が通り過ぎたものです。海岸の空気は相対的に湿っています。それに加え建物があるため空気は高くなります。湿った空気はすぐに冷却し雲になります。そうしてできた現象を撮影したものです。 UFO と推定される物体、アメリカのオハイオ州のデイトンで UFO を目撃したという情報提供が何回かありました。目撃者が撮った映像では得体の知れない青い物体が空に浮かんでいました。この物体を目撃した人がたくさんいて、目撃者が撮った他の角度の映像もありました。そしてこの後この未確認物体はゆっくり消えていったそうです。鶏、
アメリカで鶏に似た雲が捉えられました。実は他の不思議な雲に比べて鳥と似たような雲はよく捉えられます。本当に鶏のように見えますよね。急に今日の唐揚げが思い浮かんできました。宗教的な物体。イタリアのミラノの上空に見慣れない物体が空中に浮かんでいました。得体の知れないこの物体は形を変えたりもしました。何人かの人は宗教的な物体ではないかと推測しました。しかしこの正体不明の物体についてはまだ何も明らかにされていないらしいです。この物体は何だったのでしょうか。得体の知れない影。激しい雨風が吹く日、運転者は驚かされます。彼は道路のそばで巨大な正体不明の生命体を発見したからです。この生命体は広い野原を自由に歩いていました。これを目撃した当時、周りには他の車もなかったし人もいなかったそうです。人間に正体がバレないよう人があまりいないところに移動していたのでしょうか。人の横顔。人は普段ある物体を見た時、自分が知っているものをイメージして捉える傾向があるそうです。カナダで人間の目鼻立ちを持った雲が目撃されました。雲が集まってまるで人の横顔のように見えます。皆さんも人の横顔のように見えますか。いくつかの光。この映像の中では得体の知れない光が動いていました。これを見た人たちは口を揃えて UFO が現れたと話しました。科学者はこの光は一定の間隔と速度で動いていることからして強い照明でできた光だと推測したそうです。しかし未だにこの光の正体は誰もわからないそうです。竜巻なのか未確認生物なのか。自然災害はとても強く本当に恐ろしいものです。人間の力で強力な自然災害を防ぐことはほとんど不可能です。そのうちの竜巻も恐ろしい自然災害の一つです。台風より規模は小さいですが、ものすごい風速で強力な力を持っています。アメリカで竜巻が発見されました。この写真を見た気象庁は激しい暴風によりこのような現象が発生したのだと発表しました。しかし一部の人々は政府が何かを隠蔽するための発表だと考えました。彼らはこれは竜巻ではなく空から現れた触手の怪物だと主張しました。この現象に対する疑惑はまだ残っているそうです。イエス様の光。イエス様の形をした光がイタリアのある小さい海岸沿いの町で撮られたといいます。当時この町では突然何日間か激しい風と雨が降りました。そしてその後一部の雲が消え、その間から光が現れたそうです。光の色と形がスピリチュアルな感じがし神聖に見えますよね。夕日の雲の間から映った形はまるでイエス様のように見えます。このような現象は非常に珍しいことです。そのため多くの人々がイエス様の光だと信じました。これはブラジル、リオデジャネイロのコルコバードのキリスト像とも似たような感じです。イエス様が何かを伝えているのでしょうか。聖なる光。アメリカ、グリーンランドで雲の間を不自然に動く光が目撃されました。不思議なことに雲の後ろでとても明るい光が活発に動いていたのです。この現象は全世界の他の国でも目撃されたりもしました。しかし未だにこの光の正体は分かっていないといいます。空中を飛び回るディメンター。ディメンターはハリーポッターに出てくる最も恐ろしい生物の中の一つです。そのため世界中の多くの子どもたちにとっては夢に出てくるのではないかと恐れられている存在です。しかし幸いディメンターは小説の中だけに存在する生物です。ところがアフリカのザンビアでおかしな写真が撮られたのです。ディメンターのように見える物体が空を飛んでいきました。そのため小説の中だけではなく現実でも存在するのではないかと思いますよね。
この物体は空で30分ほど見られ、その後消えたといいます。他の角度からもカメラで撮られたそうです。これは本当にディメンターなのでしょうか。信じられない隕石。夜空を撮影していた時、偶然明るい光を放ちながら落ちる物体を撮影しました。これは隕石ではないかと考えられますよね。一般的な隕石は地上に落ちる前、通常大気圏で燃え尽きますが、これは地上まで落下しました。しかし地上に落ちるとクレーターを残す他の隕石とは異なり、この隕石の落下地点では何の痕跡もなかったのです。一体これは何だったのでしょうか。上空で飛行機よりもさらに速い黒い物体。飛行機はだいたい 850km で飛び、とてつもなく速いです。ジェット機を除けば空中で飛行機よりも速いものはありません。しかし飛行機よりも速く飛ぶ黒い物体が発見されたのです。それではこの黒い物体はジェット機でなければ飛行機よりも速いわけがありません。どう見てもジェット機ではないのに。鳥や虫がカメラの近くを飛んでいることで起きた目の錯覚でしょうか。それともどこかの団体や個人が秘密裏に作った飛行物体でしょうか。 UFO？ カナダ・ケベックシティの空で物体が浮いている姿が発見されました。それは光を放っていて、時間が経つにつれてさらに明るく輝きました。しかし突然赤く光り始めます。この物体が何なのかは正確には分かりませんでした。確かなのはこれが飛行機のように公式的に知られている飛行物体ではないということです。そのため人々は UFO または秘密実験をしているのではないかと考えました。宇宙から地球に落ちてきている物体の可能性もあり、まだ確実に明らかにされていることはないといいます。早く移動する光。ロシアの宇宙飛行士が夜空に浮かぶオーロラを観測していました。ところがその時、謎の4つの光が素早く移動するのを捉えたのです。皆さんが思うにこれは流れ星でしょうか、それとも UFO でしょうか。乳房雲。雲の下の部分が垂れ下がって、乳房の形をした雲を乳房雲と言います。この雲は天気が悪いという予兆を表す雲だと言います。なのでこの雲を目撃したらすぐに家に帰るようにしてくださいね。雷の中に現れた正体不明の生物。雷は地球上で危険な自然災害の中の一つです。雷は数万ボルトから数億ボルトまでの力を持っています。空で何度も雷が走り、何かが弾けたかのような閃光が現れました。その瞬間、空からは謎のものが現れたのです。この謎の物体は2つの光を持っていました。最初は空を飛ぶ飛行機やヘリの光だと思いましたが、この光は動きませんでした。むしろ光は黒い物体の目のようにも見え、まるで世界を見下ろしているようです。雷による光は空を明るくし続けましたが、この物体の両目は何の影響も受けず光り続けました。一体この正体は何なのでしょうか。正体不明の青い光と闇の手。アメリカのアリゾナに暴風が近づいていました。こうして外を見ていた人々は空から奇妙な現象を目撃します。空で目撃されたのは黒い暗雲と雲の間の青い光。まるで手を伸ばした青い光を手の形をした暗雲が引いていくような感じがしますね。この写真が人々の間に広がると激しい論争が繰り広げられました。これは稲妻のような現象だという人もいましたが、目撃者たちはこの現象が長い間光を出し続けたと反論しました。このように人々も初めて見る現象のため論争ばかり続いているそうです。羽の形をした雲。綿あめを細くちぎったようなこの雲は羽雲と言います。晴れた日にこの雲を見ると雲と自分の距離を把握するのが難しくなります。この雲は一般的に 6km 上空で作られます。普段私たちはこの雲が低くある小さな雲だと感じても、
実際にはとても大きく高い位置に浮いている雲だそうです。黒い円、イングランドのある町の上空で正体不明の黒い線が目撃されました。この線は円の形をしています。近くにいたある家族が初めて見る光景にこの黒い線を撮影しました。この家族が言うにはこの黒い線は3から4分過ぎに消えたそうです。実はこの黒い円は薪を燃やしながら出た煙が一気に空に舞い上がってできた現象だといいます。今回の動画はここまでです。面白かったでしょうか？この動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。他に見たいシーンがありましたらコメント欄に書いてくださると嬉しいです。